皆さんこんにちは。いつも増田チャンネルをご覧いただきまして、ありがとうございます。今日は世界が向かっていくゴールというのがあるんだと。それは大きな政権に、大きな歴代のアメリカの政権にですね、今日もそうですが、大きな影響力を持つキシンジャー、ブレジンスキー、それからゼーリック元世界銀行総裁、こういったですね、アメリカを動かす、アメリカを言うなれば裏でアメリカを動かしてきた、こういう方々がですね、考え出したことなんですよ。これが米中二極体制、世界はそういう方向に今向かってるし、そのために今世界でいろんなことが起こってると、今世界で起こってることを分析していくと、そのゴールのための手段だったんだと。そしてゴールに向かうための一つのワンステップツーステップだったんだということがですね、分かってくる。例えば今日のウクライナ戦争、ロシアと NATO との代理戦争ですけども、これが今行われていると。これが長引けば当然のことながらロシアが崩壊するということはもう決まってるわけですね。当然プーチンも失脚し、ロシア経済、これが崩壊するということで、このウクライナ戦争をいかに長期化するかということにですね、今NATO を中心としてアメリカもこれに努めてるわけですね。そうすることによって、プーチンが失脚し、ロシアが崩壊するということになると、この東西両陣営の東側陣営というのは、今現在は中国とロシアが中心になって、ね、そして、組織で言うならば、上海協力機構とか、それからブリックスっていうのは、新興国連合ですね。ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ、こういった新興国がこの結束しているブリックスっていう一つの連合があるわけですね。その他に中国が中心となった上海協力機構というのがある。これはまさに今 NATO、ウクライナと代理戦争をウクライナをバックにロシアと戦争をしている NATO ですね。この西側、NATO といういわゆるその総合安全保障機構ですね。これに対抗するのが上海協力機構で、反米、非米の国がこれに参加して、そして NATO に対峙するという、こういう形になっているわけですね。ですから、まさしく東側と西側というものが今きちっと分断されて、東側の方の名手というか指導が現在は中国とロシア、習近平とプーチンというふうになっているわけですね。そして理想的なこの米中二極体制であっては、あらゆるものがこの力が均衡し、そしてあらゆるものがこの相対立してなければいけないんですね。これは難しい話なんですが、アインシュタインの相対性原理というのがあるんですが、どんなものでもですね、存在するものはこの相対性原理に基づいて、この右と左があると。つまり民主主義体制のグループがあれば、全体主義体制のグループがあるという、つまり東側の方は非米、反米のグループはほとんどがこの全体主義体制なんですよ。つまり国体が第一で国民は第二という、こういう体制なんですね。で、民主主義体制の方は国民が第一で国家は第二という、こういうふうにですね、相反するその価値観、相反するシステムに基づいている。だから東西が真っ二つに分かれてですね、これが今争っているという、今現在そういう状況にあるわけです。そこで、ウクライナ戦争は何のためにあるかということになりますと、この東西冷戦の東側陣営、
今東側陣営は言ったように上海協力機構とかブリックスとかその他ですね、全体主義を中心としたそのグループ陣営になっているわけですね。そしてこの指導者が習近平とプーチンということになっているわけなんです。しかしながらこの米中二極体制にあっては東側に指導者が2人いては困るわけですね。2人指導者がいるということはいわば間違いなんですね。したがって今このウクライナ戦争というのが起きて、これがどんどん長引いていくと自動的にですねプーチンは失脚して、ロシアは経済崩壊するという、もうこれはもう決まりきったことなんですね。したがって、習近平の方もですね、このウクライナ戦争を長引かせれば長引けば長引くほどこのプーチンが失脚しロシアが崩壊するということになるわけです。でこれ簡単にですね、和平合意をしてですね、このウクライナ戦争が終わるということはですね、プーチンを生かすことになりますから、プーチンが生きればこの東側陣営の指導者が2人ということになるわけです。したがって、マクロンフランス大統領のアドバイスも あり、習近平、中国国家主席はジェレンスキーウクライナ大統領と話してですね、この戦争を早く終わらせるために自分が仲介役をお務めいたしましょうと、まあこういうふうな今申し出をしているところなんですね。でジェレンスキーウクライナ大統領の方はまあご好意というかお言葉はありがたく頂戴しておきますということで、実際はですねロシアに占拠されたウクライナの領地、これを全てその奪還すると、全部取り返すまで戦争はやめないと、まあ、こういうふうにはっきりと断言しているわけなんですね。そういうわけで、まあ、仮にその習近平のアドバイスで停戦条約というのが仮にできたとするならば、停戦条約ができればさらにですね、このウクライナ戦争が長引くということは間違いないわけですね。停戦条約っていうのは平和条約ではなくて、戦いを一旦休むということですから、一旦休んでそれぞれ準備をして、そしてまたドンパチを始めましょうというのが停戦条約なんですよ。それをこの習近平がやろうとしている。すなわち結果的にはですね、停戦条約が習近平の名のもとにですね、仲介のもとに、まあできたとするならば、その結果はですね、ウクライナ戦争はさらに、長く続くと、長期化すると。長期化すればそれほどですね、プーチンにとっては不利になり、そしてロシアはだんだんとですね、経済破局に向かっていくということなんです。したがって、習近平国家主席が本当に頭の中で考えていることは、プーチンを落とすことなんですよ。プーチンを落とせば、東側陣営の盟主は習近平ただ一人ということになるわけであります。そのことは、バイデン大統領が、まあ、将来のゴールとして考えている米中二極体制にとってですね、習近平が一人だと、盟主は一人、そして習近平のもとに、この東陣営が結束しているということ、そして今度はアメリカ、ヨーロッパ、NATO のもとに、西側が結束していると。そしてこの西側の結束と東側の結束を軍事面、経済面、こういう面でこの照らし合わせてみると全く二分していると。今現在でも東陣営のブリックス、それから上海協力機構、これに加盟している国の人口と GDP、これを比較するとまず西側と今均衡してるんですね。ある部分においては東側の方が上に行ってるという部分もありますが、今ほぼ均衡してるんですね。最も望ましい状況なんです。西と東が軍事面、経済面で、力が均衡したとき、このとき初めて、この米中が、もうすでにオバマ政権のときに名前が決まってますけども、米中平和の米中戦略的パートナーシップ協定という、これをですね、今目指してるわけなんですよ。ね、でそうすることによって全く右と左の両巨頭が手を結んで、そしてお互いにいいとこ取りで、
ね、悪いところは対立をしないでお互いに目をつむって、いいところはお互いに伸ばして、そして、2人の共有で、ね、2人の力で、力を合わせて、世界をコントロールしていこうという、これがこの今向かおうとしていることなんですよ。という意味で、ウクライナ戦争もプーチンという東側の両巨頭の一人、ね、このプーチンを失脚させる、そのためにウクライナ戦争を続行しているということになるわけなんですよ。その他もろもろ台湾海峡の緊迫からですね、世界にはまだいろんな問題があるわけなんですが、その問題を一つ一つ紐解いて、その結果どういうふうになっていくかということを考えれば、これが米中二極体制に向かっているための材料であったり、一過程であったり、そこに行くまでの間の道端の石であったり、いろいろするわけです。ありとあらゆるものが、すべて、この、米中二極体制、ここに向かって、流れているという、こういう認識をですね、皆さん持っていただけたらいいなと思って、おります。くどいようですが、すべてのものは、経済においても、政治においても、すべてのものが、この、米中二極体制に向かって、流れていると。いうこと、こういう認識を一つ持っていただけたらと思っております。では今日はこれで終わります。